ひ、ふ、み、よ、は、今月の食費代も誰かさんのせいで予算オーバーしているわね。いくらか入れてもらってるけど、全然足りないって知らずに入れた気になってそうね。まあ足りない分はローさんからせびるから別にいいんだけど。キツネさん、今日の晩ご飯何かな？噂をすれば来たわね。食費圧迫化けだぬきが。いきなり何なの？僕はたぬきさんって名前があるんですけど。自分の家があるのに、人の家に転がり込んでただ同然でご飯食べてて困ってるのよ。あら、家の近くにあるスーパー、パートを募集してたのね。食費の足しに、じゃないけど、社会との接点を持つ意味でもありかもしれないわね。そのチラシ、見てたらなんか変な異変とか起きたりしない？どういう意味なのよ。まあそれはともかく、冬が近づくとついついたくさん食べちゃうんだよね。冬眠前のクマみたいな。脂肪を蓄えた方が暖かいって言うし。都合のいい理屈で言い訳するんじゃないわよ。あ、そういえば最近クマのニュース見ないけど、やっぱり冬眠してるのかな？そうだと思うわね。でも、穴持たずみたいな、凶暴化するクマが出てこないか心配だよね。ふーむ、穴持たずね。それじゃあ今回はせっかくだから、クマの獣害でよく噂になる穴持たずとは一体何なのか。その危険性や発生するメカニズムについて、合わせて考察していこうと思うわ。穴持たずとは、餌不足など何らかの理由で冬眠しなくなったクマのことを指し、昔から飢えているため凶暴化して危険な存在になると漁師たちの間で噂され、クマとしての道を踏み外した存在として古くから北海道の開拓民やアイヌの人たちの間で恐れられていたわ。確かそういうクマってウェンカムイとか言うんでしょ？最近ゴールデンカムイ読んで知ったんだよね。ええ、ウェンカムイとはアイヌ語で悪い神を意味する言葉なんだけど、先住民族のアイヌの人たちはヒグマをキムンカムイ、山の神と呼び、人間に肉や皮などを恵んでくれる神聖で強大な存在として狩りをするたびに祈りを捧げ、人間を襲ったヒグマは人と神の境界を犯した存在ウェンカムイとして仕留められ、その肉は口にしなかったと言われているわ。人の生活圏と生き物が暮らす自然との距離が近かった時代ではそうした考え方があり、自分たちはあくまでも自然に住み着いた動物の居場所に後からやってきた存在で、予期せぬ衝突が起きることは後に住み着いた人間の宿命だと捉え、人と獣との距離感が適度に守られながら共存関係が築かれていたものの、時代が進み森が開拓されると日常生活の中から自然が切り離され、銃器や兵器など圧倒的な力を手にしたことでクマが生活圏で実害を及ぼした場合、絶滅させるか保護するかという0か100の意見も飛び交うようになったわ。そこに住む人たちのことも考えると難しい問題だけどね。かつてのクマたちも人間の存在を警戒しながら山奥で生活していたものの、住処の減少や縄張り争い、山奥と都市部を隔てていた岩礁帯となる里山の衰退によって、近年はアーバンベアと呼ばれる市街地周辺に日常的に生息する、小さい頃から人間が近くにいたことで人間を警戒しないクマが出没するようになったわ。別名都市型クマとも呼ばれる彼らは、これまでの漁師のノウハウが通用しないクマならざるクマとして恐れられ、それは穴持たずを連想させたわ。穴持たずもアーバンベアも今までの普通のクマとは違う行動をするんだよね。ええ、昔の人たちはそんな予想外の行動をするクマを警戒してか、冬眠しないクマを穴持たずと呼び恐れていたのかもしれないわね。穴持たずという言葉が初めて記載されたのは1960年代のロシアの文献、極東沿岸地方のクマの生態に関する本の中に冬眠せずに活動するクマのことを指す言葉として登場し、その単語が一般に広まったのは2000年代以降、インターネットの普及やウィキペディアの台頭によりいろんな情報や史実に触れやすくなったことで、日本史上最悪の獣害事件サンヘベツヒグマ事件が有名になったのが一番大きいわ。サンヘベツヒグマ事件。サンヘベツヒグマ事件とは、1915年12月に北海道北部にある苫前村で発生した獣害事件で、エゾヒグマが開拓民の集落を襲撃し、死者7人、負傷者3人を出した凄惨な出来事。体重340キロ、体長 2.7 メートルにもなる規格外のクマが次々に人を襲い、わらぶき屋根の家の壁を突き破って現れ、回収された犠牲者を持ち帰ろうとした姿が印象強く、詳しくは過去動画でも紹介しているから、時系列や内容についてはそちらを見てほしいんだけど、内容がかなりハードで、初めて知った人はトラウマになるほど強烈なものになっているわ。
サンケベツヒグマ事件がここまで多くの犠牲者を出した理由の一つに、アナモタツの異常なクマであったことが挙げられているわ。どんなクマだったの？この事件が起きたのは12月、真冬の北海道。こんな時期にクマが出歩いているなんて、まず不自然じゃないかしら。それも確かに。サンケベツヒグマ事件では、犠牲者が出る前から軒先に吊るした食べ物を漁るなどの前兆があったため、犠牲者が出る前から地元の漁師マタギが駆けつけていたわ。熟練のマタギたちは経験上アナモたちは凶暴化すると考えていたため、何かしでかす前に対処しなければとマタギたちは人的被害を危惧していたものの、クマを見つけるよりも先に犠牲者が発生し被害が広がってしまったわ。こうした経緯がありアナモたちのクマは危険だと広く知られるようになったんだけど、その言い伝えはマタギたちに伝わるものだけで、実際に科学的に交渉された記録はなく、なぜアナモタツが発生するのか、アナモタツが本当に危険なのかという正確なデータや論文があるわけではなく、都市伝説めいた存在になっているわ。言い伝えでしか聞かないからこその恐怖なんだろうけど、なんかふわっとしてるよね。本当に飢えて冬眠し損ねると凶暴化するのか、凶作との因果関係があるのか、今後の獣害事件を防ぐためにもその部分を明らかにする必要があるわ。もし本当にアナモタズが食料不足で飢えて発生しているとしたら、豊作か凶作か毎年森の中を調べたらいろいろ予測できるだろうし、アナモタズが本当に凶暴化するってデータがあれば被害が減らせるはずだよね。そういうこと。そこでクマの生活サイクルやアナモタズが発生する理由について改めて調べてみたわ。エゾヒグマの1年の流れはこんな感じ。3から5月に冬眠明け、5から7月に繁殖期、8から11月は食料を食い溜めして冬に備え、12から3月の間は冬眠と出産で蓄えた脂肪を消費しながら冬眠穴で眠るわ。やっぱり鮭とか取って食べてるのかな。クマといえば流れの速い川に入って鮭を取っているイメージがあると思うけど、実際に鮭を捕食しているクマの数はそんなに多くないわ。え、そうなの？鮭の豊富な地域でなおかつ川のそばに暮らすクマが捕食する程度で、少し離れた山奥にいる個体は手をつけないし、札幌周辺のクマは鮭が遡上する川がないから食べていないわ。鮭を食べる、人間を襲うというイメージから肉食動物だと勘違いされがちだけど、実際の彼らは植物食性の強い雑食動物で基本的に木の実を食べているわ。その証拠にクマの奥歯は人間の奥歯のように食べ物をすりつぶすのに適した形になっていて、時には鹿やウサギ、ネズミや昆虫などを捕食することはあるものの、一生のうちに肉を口にする個体の方が圧倒的に少なく、夏はフキやオオウバユリの根っこ、オオハナウドの茎や野イチゴやどんぐりなどを食べているわ。植物ばかり食べててあんなに大きくなるんだ。秋に差し掛かり9月に入ると山ぶどうやコクワといったフルーツやどんぐりも実り始め、1日に約2キロも体重を増やして冬眠に備えるんだけど、中にはたった2ヶ月で体重を2倍まで増やすクマもいるそうよ。2倍とかさすがに食べ過ぎでしょ。人間がそんなペースで一気に太れば、肝臓に脂肪がたまる肝脂肪や血液中の脂肪分が上昇して血流が悪くなる動脈硬化などが起こるリスクがあるんだけど、クマの体の構造は冬越しに耐えられるよう一気に太っても平気な作りになっているわ。ふむふむ。ヒグマは1から2歳まで母親と一緒に行動し、4から5歳になると繁殖可能に。5から7月の繁殖シーズンにオスは子孫を残すために行動範囲を広げ、メスは気に入ったオスがいればそれを受け入れて繁殖活動をするんだけど、交尾後すぐに受精卵が着床しない着床遅延という、秋に栄養をたくさん蓄えなければ妊娠できない仕組みになっているわ。そんなことができるんだ。これは冬眠中飲まず食わずで数ヶ月過ごすため、その期間に出産してお乳をあげた場合、体力が持たずに死んでしまうため進化の過程で獲得した能力なんだけど、こうした習性があるため秋から冬にかけてのクマは餌探しに躍起になるわけね。冬は彼らにとってとても厳しい季節で、餌となる動物も植物もいなくなるため、通常冬になると冬眠穴に入ってあまり動かずにエネルギー消費を抑えて春を待つんだけど、心拍数や呼吸数まで低くして代謝を下げ、38度ある体温も冬眠時は約32度まで低下するわ。冬眠って命がけなんだな。ただリスなど他の冬眠する動物の場合はもっと極端で、呼吸のペースは20秒に1回、体温もたったの5度まで下がり本当に眠ったようになるわ。
熊の体温が下がりきらないのは、冬眠中に漁師などの気配を察知するため、体温をいつでも上昇させられるよう備えるためだと考えられているわ。だから専門家の間で、熊の冬越しは冬眠ではなく冬ごもりと区別されることもあるのよ。なるほどな。こうして、3月下旬頃から熊が穴から目覚め、雪の上を歩いた痕跡が確認されるようになり、オスの熊、単独のメス、子連れのメス熊の順番に目覚めるわ。実際、札幌周辺に現れた月別のヒグマ出没件数を見るとこのように、食料が豊富になる夏から秋にかけてが最も多く、冬の出没件数は微々たるもの。北海道では、こうした冬に現れる熊が餌不足により生まれた穴もたずと考えられていたものの、実はその真逆で、凶作の時ほど冬眠が早まるという研究結果があるのよ。え？穴もたずの常識が覆るじゃん。つまり、今までの解釈では、はぁ、あ、はぁ、あ、もう冬になるってのに食べ物が全然見つからねえ。食べ物はどこだ？こんな空腹の状態じゃ冬越しなんてできねえ。腹が減った？人間でも何でも食べてやる。と、空腹により冬眠するタイミングを逃して凶暴化すると思われていたものの、実際は、はぁ、あ、はぁ、あ、もう冬になるってのに食べ物が全然見つからねえ。ってことは、今年はもうこれ以上粘っても意味なさそうだな。さっさと諦めて、冬眠の準備して春を待つか。諦め早っ。潔すぎるでしょ。確かに餌不足で機嫌が悪くなり凶暴化というメカニズムは筋が通ってるけど、実際に熊の立場で考えれば、冬眠を早めた方が合理的と言えるわ。彼らも賢いから、今年が豊作か凶作かぐらいはすぐに判別できるはずで。凶作の時はみんな飢えていて、木の実をすべて食べ尽くしている状態だから歩き回っても意味はなく、食料探しする消費カロリーが摂取カロリーを上回っていれば、餌探しは時間とカロリーの無駄遣い。さっさと切り上げて、残った脂肪を少しでも翌春に持ち越した方がいいんじゃないかしら。ああ。もちろん、冬眠の時期を早める理由は、私の仮説に過ぎないけど、各国の熊の研究では、食べ物の欠乏が起こると、冬眠がより早まることが分かっていて、どんぐりなど主要な食べ物が凶作な年ほど、早めに餌探しを切り上げ、冬眠に入るのが最近の一般的な解釈だと、札幌市丸山動物園のホームページにも記載されているわ。確かに冬眠って、寒いから巣穴にこもるっていうより、寒くなって餌不足になって、その間を乗り切るためだから、餌がないなら早めに冬眠するし、逆に餌が豊富なら冬眠する必要ないよね。そういうことね。でも、それじゃあ穴もたずは凶暴になるって噂は？穴もたずイコール凶暴というイメージは、昔からヒグマと対峙してきたマタギたちに伝わるものだから、あながち間違いではないのかもしれないけど、穴もたずになる原因が食料不足によるものというのは、近年の研究で否定されているから、そこは違うのかもしれないわね。そういえば三期別ヒグマ事件でも、冬眠に失敗した穴もたずだって言われてたけど、それが食料不足が原因かどうかまではわからなかったな。三毛別ヒグマ事件を引き起こした体重340キロのヒグマは食料不足ではなく、巨体を収められる穴が見つからなかったから穴もたずになったと推測している文献が多かったけど、その理屈だと体の大きなクマはみんな穴もたずになる可能性があるんじゃないかしら。でも三毛別のヒグマは相当な大きさだったんでしょ？確かに立ち上がると民家よりもでかかった全長3メートルを超える怪物サイズであり、平均的なオスヒグマの 1.5 倍ほどの大きさはあったとされているんだけど、今から100年以上昔の開拓前の北海道で本当に冬眠できる穴が見つからなかったのかは疑問が浮かぶわ。今より大きな洞窟みたいなのもたくさんありそうだよね。三毛別のクマほどじゃないけど、近年も体長2メートル後半クラスの個体は確認されており、2023年6月には体長 2.5 メートルのオスグマが北海道砂川市で見つかっているわ。今も普通にいるの？そのクマはゆっくりと山の斜面を登って移動しているだけで、特に被害は出していないものの、三毛別から100年以上同じぐらい巨大な個体が生まれていても何ら不思議はないわ。もしかしたら知られていないだけで巨大な子孫とかがいたかもしれないもんね。ちなみに北海道の東側では冬眠しないオスのヒグマが確認されており、2013年1月、厚岸町では体長 2.1 メートル、体重430キロにもなる巨大なオスヒグマが出没し、雪が積もっている中でエゾシカを捕食してブクブク太っている様子が見られたわ。このクマは草を集めてねぐらを作り、
それを転々としながらエゾシカ食べ歩きツアーを満喫しているようで、冬眠しないアナモタツではあるものの、栄養は十分で、むしろ冬を満喫している様子だったわ。1月の北海道でブクブクに太ってるじゃん。ここ最近でも、これぐらいのサイズのヒグマは普通に生きているわけで、体が大きく、冬眠穴を見つけられなかったのであれば、開拓が進んだ現代は、さらに穴の数が減っていて、冬眠に失敗する可能性が高いんじゃないかしら。今と昔では、環境も個体数も全然違うとは思うけど、北海道では、1966年に、春グマ駆除というヒグマの駆除政策が実施され、人的被害を防ぐため、駆除しやすい春に増えすぎたクマを一気に捕獲する活動が行われたものの、一時期は北海道全体で約2000頭という、絶滅の恐れがあるほど減少したことで一転、1990年にこの制度を廃止し、近年は増加傾向になり、1990年時点で推定5000頭だった個体は、2022年には12000頭まで増えており、再び人間社会との摩擦が発生するほどまでになっているわ。ここ数年で街中に現れたりトラブルも頻発してるよね。このようにクマの個体数は減ったり増えたりを繰り返しているものの、食料不足だからアナモタツが増えた、体が大きいからアナモタツになったというデータは特になく、2019年から2023年にかけて農家の牛66頭を連続で襲った異質な個体 OSO18 でも、実際の体長は 2.2 メートル、体重330キロと平均程度であり、冬の間は襲いに来ない、おそらく普通に冬眠していたと考えられているため、アナモタツがどういった条件で現れるか、本当に気性が荒くなるかは謎に包まれたままだし、そもそも、三毛別のクマも本当にアナモタツだったかどうかも真偽不明なのよ。アナモタツは伝説の存在だった。2023年は、全国でクマによる人身被害が180人と、過去最悪の事態になっていて、各地で、様々なクマ対策が行われ、クマの動向も注意深く監視されているが、クマの監視ってどうやるの？例えば、岩手県岩泉町では、クマの調査のためにドローンを飛ばし、山口県岩国市では、自動操縦で森の上空を巡回するシステムを構築し、望遠レンズと赤外線カメラで、暗い夜間でもクマを監視できる体制を整えているわ。人類がめっちゃ本気出してる。ちなみに、かつて三毛別ヒグマ事件が起きた町では、後世にそれを伝えるため、フェアーロードと名付けられた復元跡地に、開拓小屋とクマのレプリカが再現されており、事件を題材として創作された、クマ獅子舞という郷土芸能が地元で受け継がれ続け、一時は高齢化によって伝統が途切れたものの、保存会長の手で復活を果たし、保存会に在籍する10人ほどが、年1回の町民文化祭で獅子舞を披露しているわ。地元の人にとっては複雑かもしれないけど、忘れちゃいけない出来事だもんね。果たしてアナモタツになったから凶暴になるのか、それとも凶暴な個体がアナモタツになるのか、まだまだわからないことだらけだけど、今は北海道に限らず、クマを見かけないような本州の都市部でも遭遇する危険があるから、過去動画で紹介したクマに出会ったらどうするかを見て、身を守る方法を知っておくこと、クマに出くわしたらどうすればいいか対応を知っているだけで生存率は大きく変わるわ。死んだふりはダメってみんなに知ってほしいね。そして、今回の話を聞いて、ヒグマの生態に興味を持った人におすすめな本はこちら。野生動物生態学者である酪農学園大学の佐藤義和教授の2021年の著書、アーバンベア、隣のヒグマと向き合うという、話の中でも登場した、人慣れした都市型クマとどう向き合うのか、ヒグマの多様な素顔や、歴史的視点から見た人間とヒグマの対立を具体的に掘り下げており、昔の人やアイヌの人々がヒグマとどう向き合ってきたかがこれ一冊で学べるわ。東北とか最近頻繁に出没してるみたいだし、勉強する意味でも読んでおきたいな。そしてもう一冊、専門書ばかり紹介するうちのチャンネルでは珍しいんだけど、直木賞受賞作で2023年に出版されたばかりの川崎明子著書、共食いという文学作品の小説をたまには紹介してみようと思うわ。ってことは文字ばっかり？文字ばっかりだけど、ヒグマが出てくる作品を読みたい人にはうってつけで。この物語は、ロシア戦争直前の北海道を舞台にしたクマ漁師が主人公のドラマで、経験豊富なマタギの主人公が、アナモタツのクマと対峙し、命のやり取りをする強烈なストーリー。著者の川崎明子さんは、北海道生まれの酪農を営む農家で育った元羊飼いという、異質の経歴の持ち主で、
北の大地育ちならではの迫真の文章力がぐさぐさ突き刺さるわよ。経歴を知ると物語にも説得力が出てくるという。でもたまにはこういう文字だらけの本も挑戦してみようかな。ここにあるこたつに潜ってだらだら読んでみようっと。ゴロ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 。たぬきさんは冬の間ずっとこたつ穴暮らしね。